こんばんは。よろしく。今日はあれですね、日曜日ですね。みんななんかしました？カベチュラさんありがとう。ススキどうも。初見です。ニカ知ってる、ありがとう。アンプマありがとう。私はね、そう今日はね、なんかすごい声が、そう変、別に風邪とかじゃないけど、あれです、ジム行けてないですね。そうズームしてたから、そうできてない。クワトラさんありがとう。だるまどうも。あ、お水ありがとう。水飲めってこと？ありがとう、タイトさん。全然、なんかね、ガラガラになってるだけ。いいや。今、さっき飲んだばっかり。そう、さっき飲んだよ、お水。そう。ハバピーさん、ありがとう、ハート。どうも。あ、またありがとう。特に今日は、だから、これといって面白いことしてないですね。ミーティング、なんかそんな感じ、そんな感じのことをしました。ハートありがとう。キラキラもありがとう。どうも。なんか面白い話あるかな。最近か、若さ生活の届いた？ごめん、私今目の前に転がってるわ、ブルブルくん。もうそう、チャットっていうのはやってまして、そこでブルブルくんシリーズやってるんですけど、勝手になんとかとブルブルくんみたいなの、目の前にヨガマットがあって、そう三脚が目の前にあって、その後ろにヨガマット引いてあるんですけど、そこにね倒れてる、ブルブル、さよならブル。別にほかってるっていうことじゃない。ありがとう、ハート。クワトロさんどうも。まあいいね、ピザ食べたいな。クワトロで思い出しちゃった。いいね。18日の舞台、ああそう、22時からですよね、即興劇のことかな、ですよね、多分チェキ取れると思います。行く予定、ありがとう。あ、なんだっけ、音符だ、ありがとう。そう、よほどのことがなければ取れると思います。わかんないそう、取ったことないから、そこでもしあれだったら、スタッフさんに行ってみるといいかも。熊高さんありがとう。すすき、こんばんは。こんばんは。物販あり？物販はそう、バタバタしてるとか、もうものすごい、もうちょっと無理ですとかなんなければあると思います、多分。はい、でも普通に私がもしいなくても、物販にスタッフさんに言ってくれれば、呼んでくれると思うので、あーってなるので、それで私が
ごめんね迷惑かけちゃって。たかゆきありがとう。キラキラかな。ブロマイドはないかな、多分。はい、オンライン、あの劇は配信ありますよ。って感じですかね。あ、ありがとうペンライト、どうも。でもそう、今インスタであれやってるんですけど、質問コーナーみたいなやつ、あれにすごいね、この日行きますねみたいな言ってくれる人多くて嬉しいです。撮影会8日か。でも何日にも行く予定ですみたいな人もいて、それも嬉しいです。そう、8日はちょっと行けないけど、違う日、そう、私 X でも行ってるからその日行くねみたいなの言ってくれるの嬉しいです。ありがとうございます、よろしくお願いします。そんな撮影会団体まだ空いてます。悲しいね、空いてるのは。でもまあ来てくれたら嬉しいです、楽しませちゃうよ。ストーリーの回答100点満点で、さすがみやびちゃんで尊敬したあれでしょ、中学校のことでしょもうあなたに夢中です。もうあなたに夢中学校に行ってました。痛い、なんか入った。アイドルらしく回答来ると思ってたけど、それは待ってた。でもアイドルらしくないですか、結構あなたに夢中は。ね、でもそう、さっきなんかブルブルくんの写真撮るのハマってるって言ったじゃないですか。そう、だからなんかいろんな人に送るのハマってて、そう、姉ビームにも送ったし、そう、送った他にも。かわいいのそれでだるまくれたの、ありがとうカズチーみたいな言い方するね。18日最終日ってことは前からやってたんですか。あー、やってましたよ。そう、でも決勝に行けたら最終日ではなくなります。18日、頑張るぞい。あなた、ありがとう、イグネカさん、どうも。カズチーは今食べてないね、見つけられないかな、そもそも。そう、見つかんない。ドンキ？ああ、でも、あ、そう、でもこの前私レッスンにレッスンシューズ忘れちゃって、どうしようと思って、そう、それまで自主練してたんですけど、自主練の時は靴下でできるからそれでやってたんですけど、そうで駆け込んだドンキにそう、便利だね。ね、でもちょっと高かったかなね、嫌な出費、いや嫌ではないけど、まあ使うからそれ、そう、そう、出費がね結構ね、2000、でもドンキで2000いくらって高いんじゃないの。そう、上履き買おうかと思ったんですよ最初。上靴売ってなくて、
探し回ったけど、ドンペンのクロックスならあったけど、それはさすがに怒られるでしょって思って、クロックスはね、しかもその日テストの日だったから、ダンスが真面目にいつも真面目じゃないみたいになるんですけど、そう真面目に取り組みたかったんで。高雪ありがとう。鈴木でも忘れて出品は痛いよね。クロックスでレッスンはさすがに舐めてるもんねそうだから普通に靴買った、2500円しないぐらいだったけど、高いよね。どうなの、私あんまり靴本当に買う時ってその時に限られてるから、その一回一回でちゃんと靴決めるから、そう分かんない、高いのかが分かんない。高いのは分かるけど、裸足で行って気合入ってますっていうのはあかんかったんうーんそれ入ってるん、気合。しかもその日なんかレッスン場にアリが大量発生してて、羽アリね、だから裸足で行ってたら危なかったよ。スニーカーで普通の3000円しない、3000円でお釣り来ると思う。そうそう、羽アリみたいなのが大量発生しててキャーって思っちゃったねえ、怖かった本当先生がすごい潰してた強いね、足裏でアリ潰しすぎるって怖いって。でも私その日なんか、まあ、レッスンの前っていうかレッスン中にプランクみたいなのやるんですけど、筋トレの時間あって、なんか分かんないけど、そう白アリかもしれない、なんかここら辺、腕のここら辺にここら辺すごい腫れちゃって、噛まれたのかな、それ普通の蚊なのかアリに噛まれて腫れちゃったのか分かんないんですけど、そうすごいね膨れ上がっちゃって、そう今もめっちゃ痒い、普通に触ったら痒さが、痒さ思い出しちゃう感じする。かわいい、ありがとう。南京虫って何、話題なの。あでもカメムシ、虫の話題やだな。カメムシ大量発生してるっていうのは聞くよ。まあカメムシはさすがにいなかったね。私カメムシすごいトラウマだから、そう、あ羽アリ出て案の定シロアリだった。シロアリだったらなんかあかんのか。うん、イノミン先生ではないですね、違います。ありがとう、ススキとキラキラ、どうも。南京虫に刺されて赤くてめっちゃ痒くてなってしつこい。ふーん、でもめっちゃ赤いよ今も。赤いっていうか私がすごいこうプチってニキビ潰すみたいに潰しちゃったから、それでかさぶたになってる。ゴンちゃんさんありがとう、キラキラ、どうも。あシロアリはダメなんだ、家がやられるんだ。あそっか、木食べちゃうのか、巣にするんだっけ。すごい盛り上がるじゃん虫の話題。メイさんありがとう、キラキラ、んじゃない、なんか飴みたいなの、どうも。15分経過です。シロアリの成虫が羽アリなんだ。おー初めて知った。へえ、でも知らなくてもよかったかもアンニョンアンニョン。大変ね。じゃあ危ないんだレッスン上多分。わ、ちょっと読みたくないなそのコメント、あいつが出なくなったんだ。へえ、一目惚れしました、どうも。
今日も美しい。ありがとう。あ、試験だ。ありがとう。あ、そうで、今日も一応言っとくんですけど、待って、くしゃみが出そうなのでちょっと待ってもらっていいですか。出ないや。明日からイベント始まるので協力お願いします。出なかった。はい、でも時間とかは普通にいつも通りですね。なんか朝やるとかお昼やるとか、そういうめちゃくちゃすごいガチイベではないから、はい、よろしくお願いします。協力してくれると嬉しいです。で、誕生日は、そう、誕生日おめでとうってコメントあったから思い出したんですけど、2日に配信するので、2日違う、ひまたぎってことです。ありがとう、鈴木太郎さん、ハートもありがとう。ひまたぎって言うんだっけ、違う、またいで配信する感じ。よろしくね。年越し。あ、そんな感じよね。そば食べる？ジャンプはせん。明け嫁。何の人なの？人間です。何の人って難しいよね。そうね、明日の24時超えってことですわね。そうですわ。ひろさん、ありがとう、ハート、どうも。アイドル、私は死ぬまでアイドルですよ。今の一息だったからね。そう、ここまで一息って感じ。生まれた時からアイドルだし、死ぬまでアイドルです。欲しい、どうも、ありがとう。あつ。その絵文字ちょっと好きですよ。美少女の愛の戦士です。セーラームーンじゃん。あと、ありがとう、どうも。初見で多いね、なんで。本当にグラビアのお仕事したいの。したいよ。なんで嘘つくねん。何年間か嘘ついてんのそれ、私。したくないよって。ね、そんなことはありませんね。野外の撮影会な、何、陸、どういうこと、ちょっと業界用語わからん。シースーとか、ザギンでシースーぐらいしかわかんないから。そのザギンでシースー覚えとこうね、みんなね。お寿司好きだから、私。あ、星、ありがとう。どういうことじゃ。野外なの、しかも。ビームとシースーしましょう。リクエスト撮影会って何？ちょっと小鼻の横がめちゃくちゃ痒いわ。なんだろう。愛知県出身ですか？です。口を使うのか分かんない。
いや、お寿司食べたいよね、わかる。くら寿司行きたい。あれ飲んだんですよ、くら寿司で前。あら汁みたいなやつ、ちょっと張ってるかわかんないけど、そう、めっちゃ美味しかった。ああ、リクエスト受け付けますってやつですか、もしかして。なるほど、それは受け付けますよ全然。何着てほしいとか、そう、私ができるようなやつだったら全然聞きますみたいな感じかな。コーンマヨ食べたいよね。お寿司全然食べてない。あー、まあでもそこまでめちゃくちゃ食べる機会ってないよね。え、でも私そう、撮影あったからその日お寿司食べちゃった。そう、3貫だけ買って食べた。美味しかった。なんかね、お米がなんかそう、すごかったんですよ。なんかもち麦みたいなやつ、そんな初めて見たと思って。お寿司でそれは珍しいよね。10月3日生まれです。え、愛知生まれ、同じ。みやびだけにね、3巻だけ買ったよ。そう、300円ぐらいだったんで、そう、はぁと思って。300円ならまあ、そっち、そう、大きいパック買うか悩んだけど、そう、でも私あれだから、アナゴとかウナギとかウニとかイクラとかなんか食べれないから、そうだったら自分で選べた方がいいかなと思って。残しちゃうのね、もったいなくないですか、高いしイクラとか。ん、今見てること同一人物。ん、名字から長野生まれかと思ってた。じゃああれじゃん。ね、名古屋生まれの人、名古屋さんでいなきゃいけないじゃんか。なことはない。お寿司食べた、いいな。ありがとう花束、どうも。ね、お腹空いてくるよね、配信って。喋ってるし、私は喋るとお腹減る。うん、中田みやびって本名ですか。ですね、本名ですね。夜ご飯いいね、何食べるの。え、広島さんいるんだ、会ったことないな。元 HKT の子出てきて、この子なんか似てるなって思ってたら会ってた。会ってます、そうです。可愛すぎです、ありがとうございます。配信中姿勢いいですよね。 笑っちゃった、ごめん。ね、あの棚にもたれかかってるから姿勢いいって感じよ。椎茸のスープ作る、あーいいね、すごい。昼食べ過ぎたのでって我慢できるんだ。食べなよ、倒れちゃうよ。私はあれが食べたいですね、なんか、うーん、炊き込みご飯とか、ね、お米が食べたい。晩ご飯まだ食べてないよ。体勢悪い配信者いるのかな。こんな感じね。おこわ、あ、ね、それは昨日食べましたね。そう、久しぶりに私あのおこわ食べちゃって、
蚊に刺された。おにぎり専門店に行ってね、そうおこわ頼んじゃった。美味しかった。おーこわとか言うんかと思ったなるほどおこわ、おーこわ言ってんです。今食べたいもの？チョコパイとかかな。わ、キノコの炊き込みご飯好き。わかる。コンビニおにぎりおこわ選ぶ？でもわかる。あの赤飯とか選んじゃう。あの美味しいよね。もち麦みたいなので。もち麦じゃない。違う。なんだっけ。なんかね、美味しいね。え、赤飯苦手？分かれるよね。あ、もち米、そうそうそう。それや。かわいくもち麦って言って、もち麦！あつ森みたいになっちゃった。韓国のチョコパイは、分かんない。でも、新大久保とか行った時食べたことあるかも、買ったかも。ハートをピンクにしてみました。ありがとうございます。よろしくね。でも最近私あれだから、コンビニはね、セブンに寝返ってるからね。そう、前までね、そうローソンだったかな。前はローソンかファミマとかだ。ダンス歌得意ですか？人それぞれです。コンビニおにぎり高いよね今普通にね。だって200円とかするやつないですか？袋に入っ、あ、全部袋に入ってるけど、高級そうなやつ、なんかちゃんとピタってくっついてるやつじゃなくて、こうボワってなってる袋のやつ高いよね。豪華なやつとかね、そう和紙みたいな、そうそう、くしゃくしゃってできるやつじゃなくてそのままで和紙つかみじゃって。うん、グラビアできるといいねですね。誰と一緒だった？ご帰省？パンも高い。あー、和紙を和紙掴み5点です。え、ちょっと待って、意識してなかったから、それ普通にやめてください。意識してないのに5点とかされるの、ほんと不愉快ですよそれねえ、怒っちゃうから。5点満点でしょそれ。これからの目標は、言うの恥ずかしいなにちゃって、ちょっと恥ずかしいね。目標とか言うの私恥ずかしくなっちゃう人なんで、そうごめんなさい。でも私の表紙やってみたいです。グラビアですね。撮影会の前に18日可愛さ確かめに行きますね。うん、なんかごめんいいんやで。授業も5点満点だもんね。そうですね。私は歌って踊りたいですね。すごい YouTube の通知来る。あ、まだ30分しか経ってないのか。なるほどね。8時半になったら終わります。壇上読んでって感じ。にするので、するので、よろしくお願いします。
すごい来る通知。そう、ここに上に来てるから通知が上見ちゃうじゃんついつい誰も知らんかったなんてこと言うんじゃ。いや、私は知ったからよかったですね。そう、8時になったから、そう、予約投稿っていうかされてね、どんどん来る、どんどんいじりすぎてた。あ、全然いいですよ、怒ってないってそう、動画がすごい来る、本当に。一服したらご飯、え、タバコ吸ってたの？初めて知った。あ、ごめんなさい、そういえばこの前なんかあのジャージがねくれたじゃないですか。それモモンガって言ったけど全然嘘だった。ありがとうございましたね、本当に。あのキティちゃんだった、普通に、ごめんなさいプリを食べた。あ、タバコじゃない。おう、あ、ハートありがとうございます。そう、あのジャンジね、そう、あれでした、どこで買ったのって言われた、姉ビームに。可愛いから。そう、プリオはさよなら、食べた、生まれ変わりますよまたキティちゃん、そう、可愛い、あれねー、うん、あれですよね、あのキティちゃんって横向いて、こう真横向いて首だけこっちのやつってちょっと怖くないですかあれのポーズちょっと怖くないって思っちゃうね。ゆうぴーさんありがとう、すすき、どうも。あのポーズね、ちょっと幼い頃から怖いと思ってたんですよ。そう、フクロウ、フクロウもね、あれは怖いよね。そう、急にグランって向いてくるじゃん。え、プリンとかシナモンあるの？え、揃えたい。どこで売ってるんですかあれ。え、でも私節約しなきゃいけないから , 笑い事じゃないわいキティさんって呼んでんのみんな何、そう言われた、キティちゃんにさん付けしろよって言われた。声好き、ありがとう嬉しい。え、さん付けしないんだって言われた。え、なんか話してるのはいいけどさん付けしないんだみたいな言われちゃったね、普通にね、なんかあのキティちゃんに会いに行くとかあるじゃないですか。うん、島村、あ、おいいね。校舎裏に呼び出されてベタだね。うん、ね、あるよね、サンリオに会えるところ。サンリオの推しメン、ごめん、キティちゃんじゃないんだ。え、でもそうポンポンプリンが好き。姉ビームはね、ちょっとポムポムプリン好きな人すみませんね、ポムカスって呼んでます。そう、プリカスって呼ぶし、プリオのことはポムカスって呼んでる。推してる子に会って大生呼び捨てしてもうたことある？え、私は全然いいですよ、呼び捨てが、私名前で呼び捨てされるの好きだから中山きんに君グッズ知ってる？ちょっと痛い痛い、ここの前髪何？うん、こんばんは、のんちゃん、見たよチャットの返信
来るって書いてくれましたよね。何日の撮影会って見ちゃった。ポムカスのぬいぐるみ差し入れありですか？あの全然ねOK なんですけど呼び方がね、ちょっとポムポムプリンって言ってあげてください。プリンちゃんとかね姉にイグカスって呼ばれるくらいの存在になりたいやめましょうよ、ほんとすごいコビーみたいな言い方しちゃったワンピースの命がもったいないでもね、ぬいぐるみ怒られちゃうんですよ私。そう、集めすぎちゃって、そうママビームにも怒られちゃうんで、そうなのそう全然いただくんですけど、ありがとうございます。ね、命がもったいないなんで怒られるの？集めすぎちゃってぬいぐるみ私が、そうもう置くとこないよって言われる私外出した時でも好きあらばゲーセンに行くから、そうゲーセンでいろいろ取っちゃうから、私そこでね怒られちゃうんですよね。こんなに持ってるんですよ。え、コビー大丈夫かなとか、ネタバレしないでくださいよ普通にちょっとえって思ってんだそうえ、なんでダメなの？私コビー結構好きだから、本当に手汗かいてる今。あ、クラッカーありがとうございます。もらう分でも全然気持ちは嬉しいんですけどね、怒られちゃってもいいならみやびちゃんがって感じですかね。なんないけど、ね、私ワンピース追い切れてないよ普通に、ね、追いつけないって、どんどん先に行っちゃうワンピースの方が。私あれも見てないもん、レッドだっけ映画。そうそう、レッドの告知みたいなやってて、映画見に行った時にネタバレされちゃったと思った。そうえ、見てないんだ。見てなくてもついていけるんだね。怒られるのはねちょっと怖いからに、怒られるの好きじゃないからそう、褒められて伸びるタイプなので私は。お人形多くて困ってるけど、ブルブルくん頼んだ？うん、いいじゃん。みんなも頼もうね、ブルブルくん。あ、ありがとう、クラッカー。どうもです。いいよね。うん。鈴木、ありがとう。どうも。今日も可愛いよ、ありがとうね。うん、そう、ちょっと面白いかもしれないんですけど、黒のワンピース似合うよね急にありがとう褒めてって言ったからそう、撮影の時になんかちょっと質問みたいなのがあって、そう、その時に最近のマイブームみたいなの聞かれたんで、それすごいね、ちょっと何答えたのみたいなの姉ビームに聞かれて、それ答えたら面白かったらしいんで、みんな楽しみにしててくださいマイブームっていうか、まあそうそう、最近ハマってることみたいなのに本当にリアルガチに答えたんで、そう、ちょっと今内容言おうとしちゃったじゃん。学校始まる？ あ、まだ
始まってないの？もう、まあ、楽しいよ学校もね、友達とかね会えるし。最近本当に誰にも、そう、家族とか以外ね話したことないハマってることって感じなので、お楽しみにしててください。うん、はい。ね、すごい、めちゃくちゃ本当受け狙ったわけじゃないけど、なのでね、でも捨てる人いるんじゃないかなって感じ。そう、今月絶対撮影会行きたい。ありがとう、直接おめでとう言いたい、嬉しい。待ってる待ってる、一緒にチェキ取ろうよ。ウインクください。ちょっと今日調子悪いんでしません。前髪いい感じ。本当？でもここのね前髪がすごい刺さるのよね。最近ね、そうハマってること言える範囲だったら、女の子も撮影会全然いけるよ、関係ない。はい、おっぱっぴー、ハマってること言える範囲だったら、ね、龍が如く見るの最近またハマってます。めちゃくちゃかっこよくない？本当に21日ありがとう。もしよかったら8日もね空いてるので皆さん来てください。楽しいよ。そう、めちゃくちゃかっこいいね。ほんとすごいけじめってものを強く感じる。でも新しく出るんですよね、また龍が如くね。すごいいいよね、欲しくなっちゃうもん。あの機械持ってないけど、そう、あの持ってないから、本体持ってないからできないんだけどね。カズさんありがとう、ハート、どうも。ゲームはねやらないんですよ、あの機械本体を持ってないから、あのゲーム実況しか見ない。ドラマ、うん、ゲーム龍が如くっていうシリーズですね。真島五郎って人がいるんですけど、そう、その人私一押しだから見てみて。ほんと11月12月もおそらくあります、撮影会は。バイト頑張る。ジムでバイトしてるんだっけ。いいね。本体の差し入れ増えそう。さすがに高すぎるでしょ。お高いお高い。いくらすんのあれはね、怖いよ値段がね。普通に5万とかしちゃうんじゃないのあれって、わかんないけど。プレイステーション、バイト先まで覚えてるのね。いいじゃん別に覚えてても。そう、どことどこでバイトしてるって覚えてるからね。あ、今日もジム終わり、マッチョたくさん見た、いいでしょ。なるほど、本当に5万するんだ。ちょっとびっくりしすぎて前髪暴れちゃった。高い高い、無理。ソフト入れたら7万超えるの？きゃー。え、どういうこと？ソフトで2万するの？え、そんなする？へー、怖いね。え、しかもパソコンとかないとダメなんじゃないのあれって。ん？もう気がつけば私背後にいるので、よろしくお願いします。怖
怖いね、そんなしちゃうんだね。でもあれは持ってるからね、私ゲーム、なんだっけ、ソフトっていうのは金銭的にハードやな。なるほどね。わかるよ、言いたいのはわかるんですけど。まあまあまあ、なんか考えたんだろうなって思う。あ、そう、スイッチないと思ってる。そう。笑っちゃった。なんかでも頑張ったんだなっていうのが伝わるから、ちょっと83点あげます。ひっくり返したらミヤですね。本体がソフト入れて動くやつ、ダウンロードのみのがある。何それ、めんどくさくない？考えた心情まで読まなくていいですよ。読んじゃった。エスパーだからね。なんかそんなあれなんだ。スイッチのピクミン買った。お揃いしよう。私ね、ピクミンね、欲しいけどね、あのピクミン死んじゃうじゃないですか。あれが悲しすぎてできないの。そうね、私多分ピクミンのこと死なせちゃうから、そう、だってね、ピクミンって言って生えてきたのにね、なんか溺死させちゃうとかあると思う。私間違えてキャーってなっちゃう。ごめんって、ごめんごめんで済む話って感じだけど、命だからね。残酷よね。まあ上手い人はね、すごい全滅とかしないと思うから。クワトロさんありがとう、デルマどうも。でもよね、ちょっとしたいね、ピクミンね。まだピクミン死んじゃったことないから、その気持ち知らなかった。なるほど。ごめん。あ、強い敵やっぱ倒せないんだ。そうなんや。いやね、ピクミンしたことないわよね、私。そうなん。ちょっと人生を知らんからな。シューティングゲームは全然大丈夫、何も思わないかな。まあ、ちょっと猫が的とかだったらさすがに思うところあるけど。ペンギンのやつって何？ペンキか。ペンギンに見えちゃった。ああ、スプラトゥーンか。スプラトゥーンとかで倒す分には全然私大丈夫ですよ。イカ美味しいし。あれも私ね、全然大丈夫だけど、下手なんですよね。タプタさんありがとう、あとどうも。もうだからやってはないかな。動物の森はやってた、ちょっと飽きちゃった。イカは美味しいよ。そうだね、やってたのそのぐらいかな。シャントさんありがとう、クラッカーどうも。そう、あとあれやってましたね、レイトン教授とかすごいやってた、あの DS の時にね。そう、たまごっちとか。あ、ポケモンスリープ飽きちゃったよ。一回でやめた。でもアニビーム、なんかあれってなんか録音されるんですって、音とかが。私
普通に寝返り音とかだけだったけど、アネビームっていびきかくんですよ、あの2人とも。あのうちの家族って私以外全員いびきかくんですけど、本当に私これアイドルだからとかそういうのじゃなくて、いびきかかないんですよ私、本当に家族で唯一で。みやびちゃんのカビゴンが泣いてるよごめーん。後から聞けるやん、録音みたいなところがあると思う。でも音が何もなかったら何も録音されない。プリオもいびきかくんですけど、そう、なんか録音、いびきが録音されてたって聞いてキモーってなっちゃったそう、いびき録音されてるって最悪だよね。寝言言ってる？え、嫌じゃないだって。え、グオーとか言ってたらしい気持ち悪いってなっちゃうそう、でも本当にアネビームのねいびきってすごい大きくて、そう本当になんかもうすごいなんかグーグーとかそういう可愛いいびきみたいのじゃなくて、な本当にグオーみたいなすごい本当カビゴンみたいないびきするのいやって思うすごいあちいかみたいになっちゃった今ジャイアンいびきかくのか知りたいからポケモンスリープをしてみな。ね、寝言とかも多分聞こえるよ。いや怒られはせん、だって私あのいびき外来行ってて言ってるもん家族全員に。でも 治るのかなあれ本当にね、まあ治るか病院なら。今のチーカー可愛かったまあチーカーだからね私はね治るか、まあ皆さんね悩んでる方いらっしゃったらいびき、皆さんいびき外来に行きましょう、治りますきっと。佐々木ありがとう、どうも。初見北海道から、へえ行ったことないや、いいな。猫いびきかくよね意外にね。もういびき、あいびきじゃない、ちょっと間違えたあポケモンスリープね、そう私アイドルだからすやすや言うよ、もうすやすやって言ってる。そう、仰向けで寝るといびきかきやすいんだ、うーんだそうです皆さん。あの鼻声ですやすやって言ってるから、あの寝言ではない。自分もいびきしないから相性いいねなるほどうん、寝てる時に猫が走る、うん、かわいいじゃん。カズさんありがとう、ハート、どうも。いびきかいてた、なんか意外、かかなさそう。みやびちゃんの寝姿に ZZZ のすやすやが見える。そう私それ言ってるからね、あのここら辺出てるからズズズみたいなの疲れててもいびきかかないよ私、本当にこれはもうリアルガチに。もうでもストレス溜まりまくってる本当無理みたいな時はなんか叫んじゃう私、そうなんかうわーとか言っちゃう、夢が怖すぎて悪夢見ちゃって、それで
ちいかわじゃん。そう、私ちいかわなんですよ本当に。あれ私の私生活だからね、本当にね困っちゃう。ハムスター電気切ると走り出す。へえ、かわいい。そう、ちいかみたいにわーって起きてる。ちょっとうまいよねちいかわの真似が、とてもうまいね。そう、草むしり検定の話ほんとやめて、それトラウマだからね、やめてくださいよ本当に。もう受かんないからあれ。え、でもそうそう、あの年越すのが早いかちいかわが草むしり検定受かるの早いかって、あの勝負しましょうよみんなで。みんなどっちにかける。年越し。え、年越し、え、じゃああのかける方にお寿司5貫ぐらいかけましょう年越す。ひどわかんない、飛び級してくるかもよ、3級とか急に受けるかも、ちいかわ。うん、まあみんなね寿司5貫乗った飛び級かっこ笑って何よ、全然それかもよ本当に。あ、撮影会でのいびきのリクエストは無理ですね、なぜなら私がいびきをかかないのでわからないからです。私もね、スースーみたいなのなら再現しますよ全然。うん、わし1位なん1位ですね今ね、おめでとうございます。あと4分じゃない、2分ぐらい。私もね年越す方にお寿司ご飯、ご飯お寿司ご飯 , 笑っちゃった今頭悪そうすぎる今のは。お寿司ご飯ご飯でかけます。かわいい、ありがとう。あ、賭けにならないか。ちょっと頭が悪い。寿司ご飯だ、誰かちいかわにかけてよ。私負けたくない。いや負けたくないよ、誰かねちいかわにかけてあげて。みんなでお寿司食べに来るだけになる。お寿司は飲み物、さすがに食べ物よね。シャリハーフだったらわかるけど 1.0倍。すごい、何も、あ、みんなでお寿司ね行きましょうってことでね、はい、いい締めになったんじゃないんでしょうか。夢で今日みんなお寿司行こうな、みんなのおごり屋で。ゴチです、本当に誰もちいかわにかけないじゃん、でもかわいそう、顔がいい。ありがとうございます。ちいかわが年越しまでに合格したら30巻ぐらいお寿司食べれるってこと。そうです、半です。はるちゃんさん、ありがとう、ハート、どうも。じゃあ読み上げます。13位の人から、13位はイグネコさんです。12位は太郎さん、11位ユーピーさん、10位白熊さん、9位クワトロさん、8位クマタカさん、7位カッパくんさん、6位タイトさん、5位ツエガリタヨケンさん、4位カベチョロさん、3位タカちゃんカモナシさん、2位タカユキ、1位はドゥン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 バンシャントさんでした。おめでとうございます、ありがとうございました。ありがとう、こちらこそ初見でありがとうございました。では撮影会あるので、もしよかったら待ってます。10月もよろしくお願いします。ありがとうございました、おやすみなさい、バイバーイ。